和国。おはようございまーす。私の名前は着物ちゃんって言います。 いや、皆さん、あのー、いかがお過ごしだったでしょうか私は誕生日だったんですけどね、あのー、誕生日を延長しました。あの、人生初です、誕生日を変えるのは。あの、そしたらとんでもない数の荷物が、あの、アマゾンとかからのあの荷物が、めちゃくちゃ届いってて、で、誕生日の返信なんだけど、俺ちょっといす、なんか、そう、誕生日の後から死ぬほど忙しくて、いろんなことで。めちゃくちゃ忙しくて、誕生日の DM をゆっくり見れてないから、見たらもう返すわ、全部。あの、DM とか見たら全部返すわ。 今、シャープ着物クラブで着物ちゃんのつべら始まるぞ21日半からって盛大に言っといてくれ。一応全部見たいから。なので、もう、あの、めちゃくちゃ着てた荷物。うん。<laughs> ありがとうございます。フライングだぞって。いや、フライングでも全然いいです。ただ置き場に困ることですけど、よろしく、ありがたいなと思った。めちゃくちゃ来てた。もう手紙とかも、もうめちゃくちゃ嬉しい。お届けが保留になってるんです。大丈夫です。あのー、それ、もし変装になっちゃったらごめんなさい。明日からもう常駐させるんで、人明日から常駐させるんで、あのー、ね、よろしくお願いします。で、皆さん、今日何してました今日木曜日ですけど、今日、今日勤労感謝の日だよね。 俺みたいに全く勤労してない人はんどういう風に立ち回ればいいんですか風で寝込んでました。仕事。えバイト。着物ちゃんに感謝してた。<laughs> なんて、ブラックフライデー。いいね、ブラックフライデー忘れてたからちょうどいいや。あの、ブラックフライデーでこの世で一番、あの、安くなるものってみんな何だと思うブラックフライデーって。みんな。本当に。実は、 で本当にこれ冗談抜きに一番安いものがあって。みんなアマゾンとかさ、いろんな洗剤とか家電って思うじゃん。あのね、僕って音楽作るじゃん。で、音楽ってすっごくお金がかかるのね、もう。<laughs> あのー、報酬に対してすっごくお金がかかるの。ありえないぐらいお金かかるのね。で、それが99%オフとかになる。あの、ブラックフライデーだけ。<laughs> そのソフトとかが99%オフとかになる。ね、これガチだよ。 95%とか9%とか無料とかあるよ。そう。実はね。だから、今、多分作曲してるね、関係、まあ、機材関係もそうとか、プラグインって言われる音とかね、作る装置のこととかを、まあ、アプリみたいなもんいいよ。その、お金を出さないと、普段高いお金を出さないと買えないアプリとかが、あの、結構いい感じの値段で売れ、売ってくれるっていう。VST めっちゃ安いっすよ。まあ、そういう話もあるということなんです。はい、というわけでニュースの方うなーと思ったけど、多分、あれでしょ ガードマンさんと、ふくれなさんの話でしょ多分ガードマンとふくれなさんの話でしょちょ、それ見たいんだけど。誕生日おめでとうございます。あ、ありがとう。だからイラスト全部見るからちょっと待っててね。遅れて投稿しても12月21日までは全部見るからね。うん。遅れちゃった人は12月21日に合わせるといいかもしれない。うん。射程圏内だ。キモタン結婚せんのもちろんやめろや。結婚とか。うん。悲しくなってくるからさ。 何尖がし、ハンター、ハンターの結末に触れる。やめてくれ。やめてくれ。これも後で見る。ちょ、俺さ、ガードマンの見ていいガードマンさんの、ガードマン、結婚。ユーチューバーのガードマンとレナが22日。これなんだこれクソみたいな。うわ、すげえ。すげえ、これ。これドッキリじゃないんですけど、今日。ガードマン大勝利だね。ガードマンさん。フクレナが人妻になっちゃったって。すごいよね。 めちゃくちゃ、これガチなんや。月とすっぽんやなって。みんなドッキリなんかわからんけど、とりあえずおめでとうって言ってた。いや、おめでとうございます。いいことじゃん、結婚。やっぱ結婚っていいよな。なんか、結婚は古いみたいな考えある人いるかもしれないけど、俺は結婚肯定派なんだよな、結構。着もちゃん、俺は結婚したいと思ってるよ。別に、別になんかいてもあー、あれかもしれないけど、俺はいつかはしたいなってみんな思ってないの。ババアとするって。 いや、あの、俺決めてることがある。あの、配信者、YouTuber、ええー、と、あの、はしない。<laughs> とか、あの、インフルエンサー全般、ネット系の仕事してる人は全般しません。<laughs> あ、しません。絶対にしません、僕は。僕は決めてるんです、心の中で。Z 世代の結婚ルすごいけど、28歳で結婚したい。 じゃあ、ババアは大丈夫なんて。<laughs> なんでさ、それくくりつけてくんの俺の好みもあるじゃん。なんでお前らの好みだけ聞かないといけないんですか <laughs> 違いますよね、それは。で僕は押し付けられんの。僕の好みを聞いてよ。ババアいいよねーって言われて結婚したいと思う。キモノちゃんの好みは、ん優しい人。はぁ。 うーん。ババアダメなんだって。ほら、ほら、こういうことになるわ。<laughs> ほら、俺が別に否定してないのに否定してるみたいになるやん、また。おめえらの被害妄想始まって。優しい人、なかなか難しいんで、リスナーはありです。活動者以外と関わる機会あるのまったくないこのニュースはあって。ガクトがマッチングアプリ登録を告白、自撮り使うも詐称疑惑で利用停止 <laughs> どういうことで、ちょっと、ホッとするニュースじゃないか、これは。なあ。 なんだこれあの、年齢詐称だって言われてんの <laughs>。自分が頑張ってるだけなのに。ほんとかこれ。あ、てかさ、あの、自称、なんだっけえーっと、俺、あんま話してなかったんだけどさ、な、なんとか、えーっと、詩人逮捕系 YouTuber 逮捕されたのが、ま、取締法だってガチ。それさ、俺別に中身とか見ないしさ、どういうものかっての全くもって知らないんだけどさ、え、それってさ、あの、どう考えても詩人逮捕系が悪いの。そこを聞きたい。 詩人逮捕険が悪いのであれば、あ、お君たちから見て詩人逮捕険が悪いの。あ、そうなんだ。じゃあ悪いんじゃね。なんかよくわからんけどそこら辺。なんかそういうことあんましたことねえから。あのさ、これね、できないんだって応援しようと思っても。紅白出場決定でしょ。なあ、すげえって普通、普通にすごいなと思うよ。それが紅白出場決定がね。3 <laughs> っていうのはね。<laughs> 俺言えないんだけど。紅白出場決定でしょ。 なんでやねんって思ったわ <laughs>。正直。え、なんでやねんって思ったあ。別にバカにしてるとかじゃないよ。すごいのはすごいじゃん。でもさ、なんか、かわいそうじゃねなんか、ジャニーズが消し飛んじゃって、それの代わりの代役として、みたいな。ヨネズ原ンが出ない。なんでキックバックで出ないのえ、ヨワスビ今回出るえ全く見てないんだけど。今年のコバが K-POP たくさん。まあ、かっこいいからな、普通に。あ、ヨワスビ出るんだ。え、ヨネズ原ンは

それでなおボカロは入らない模様って。うん、だってまあ、ボカロの歌より人の歌の方がいい。なんかこれだと言ったらなんか勘違いしたらそうだな。ボカロもいいし、人の歌も良くない。でもさ、やっぱ人の歌に慣れすぎてるから、俺たちは。人の歌がいいっていうのにめっちゃ慣れすぎてるから、ボカロがちょっとやっぱ普通の人はまだ、あの、馴染みがないっていう言い方するわ。っていうのは当然なんじゃないやっぱり。ボカロ好きな人もいいけど万人受けしないそんなことなくねボカロって今みんな知ってるでしょ。共通事項じゃないの。 俺の母親ですら千本桜歌ってたぞ。昔。基本ちゃんオファー来たら出る。そりゃ、国民の祭典なんだから出るでしょ。なんだかんだ紅白って見るじゃん。なんだかんだすごいじゃん。知ってるけど、人間の方が好き。でも千本桜カバーしてる人多いからって。いや、なんか俺はボカロ好きだよ。だって自分で、自分で作ってんのにさ、なんかボカロ嫌いとか言えるわけないじゃん。できるわけない。言えるわけがないよね。これは。はっきり言って。イブさん出てほしいって。なんかまあ。 なんか、その、でっかいとこでやりたいとかっていう願望がマジでないからな。なんか、でっかいとこっていうのがあれだけど、俺最高で人に、その、お前たちが2000人集まったら、もう俺もう、あれだから夢叶えたからね。だから現実性のある夢。前回が1000人から1200人でしょ。あと2年ぐらいで行くぞ。東京ドームでやれって言ってる人いるけど、あいやいやいや、もう行けるくねって、大阪来ないの。まあ、そういう話もするわ、今度ね。武道家、武道家何人 ?1 万人とかでしょ。もう決まってんだろ。 無理に決まってんだろなあって言ってたら無理じゃない無理かもしれない。俺が本気で。ね面白いあの、これな、なんなのこれねちょ、怖いんだけど、最近よく来るんだけど。結婚する優しい人私じゃん。結婚して。怖いって <laughs> 嬉しいですけど。あまり過激になりすぎたらあれですけどね。コメ欄だけにしとけ。いや、全然いいよい。いいけど結婚できるか分かんない。付き合ったこともねえのに。付き合ったこともないのに、俺。 ババア選手権って、ね、何なのね主人公になりたいの。みんなは。彼女説なかったっけって、その人が。何何彼女説って。お友達からお願いします。どんな形であれ目立ちたいのが草さんって。いや、別にいいじゃん、目立ちたいの。ババアは優しい。でも未成年っていうかさ、学生が優しくない、その、年下が優しくないなんてこともなくね。<laughs> まあ、俺はもちろん、その、なんつーの。あの、甲をつつきがたいけど、あの、ど、まあ、 まあ、ピッ、まあ、しちょっと悪い言い方になりそうだからやめといたわ、今。危ね今、あの、若い人のことを、鮮度の高いっていう言い方しようとして、あたかもなんかそういうようなこあの、危ない危ない鮮度はありませんって。いや、俺はでも好きだけどね。てか、俺のこと見てくれてる人は平等で好きだよ。本当に。なんかどう、な,なんでこんな話してんだろうね、毎回。お前らが古るから悪いんだよ。俺はしばらくは結婚とかしないから。 いや、わかんない。それでしれっと結婚、裏で結婚してるかもしんね。でも発表しねえと思うわ <laughs>。結婚して、でも発表せんと思う。今までの苦手だし。ご祝儀送りたい。それで一生分になるんだったらいいけどな。 はい、愛みたいに殺されます。いや、まあ、そうなじゃ話しいから。<laughs> というわけで、今日は釣り配信スペシャルと、やばいあの、ババアがいるってことでね、最初に相談聞いてから、釣り配信スペシャル !2 分後にスタートするのでですね、こちらの固定コメントからか、着物ちゃんの普通に YouTube のチャンネルで着物ちゃんと検索していただいて、いっぱいコメントしてください。あ、あとね、誕生日のスパチャ待ってます。今日は解禁したんでね、え、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、また後ですぐに、に開始いたします。 ののでで必ず YouTube こちらのサムネでね見てきてくださいはいというわけで今日のね本題はここまでっていうふうになりますけどいかがだったでしょうか <laughs> 久しぶりに笑える方の笑える方の配信ができたんじゃないかなと思いますというわけでコメント欄を読んでいこうと思います相談もね受け付けてますんでね、えー、もう一人もう一人はほっときましたでもみんなねえ 格闘行事に期待したんだけどって格闘行事はまあまたちょっと寝ちゃったって嘘つくわ。ありがとうございます。というわけで、あナイスノーゼナイスノ、えーゼ楽しかったですお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ナイスノーゼ これ、まあ、ま、ま、毎度聞くんですけど、あの、本格的にですね、YouTube ライブの方にちょっと参入していこうと、参入って言い方あれですけど、移行していこうと思うので、普段はずっとツイキャスやってたんですけど、つべらやっていこうと思うんですけど、まあ、皆さん的に、ま、21時ぐらいか21時半ぐらいの開始で十分じゃないかなっていう風に思うんですけど、週3回ぐらいだったら、毎回見に来てくれます。でやっぱね、チャンネル登録のその全ての通知っていうのをやってほしいですね。うん、クリップだけ作れない。クリップ作れないんだ。え 作れるよクリップ。女声かわよ、羨ましい。いやいやいや、大丈夫ですよ。はい。でね、あの、プレミア公開とライブ配信は違いますからね。はい。肝ちゃん、ハッピバーバイ、ヤニダイにスありがとうございます。暗闇でも見てます。ありがとうございます。ツイキャスしてないから、つべで助かりました。ありがとうって。<laughs> いや、一時期やってたんですよ。めちゃめちゃ。あの、つべらも。やってたんですよ。 なんですけど、まぁ、あ、ちょっと、相談系以外も久々にやりたいな、っていう風に思って、まあ、できたんで、結構嬉しいな、って感じです。誕生日覚えてみますって。ツイキャス消した、うんもういらんかもしれんね。<laughs> なんで、で、動画投稿ね。皆さん、安心してください。土曜日からちゃんと復活しますんで。はい。あ、ツイキャスは、あの、着物ちゃん専用アプリだと思ってください。相談って絶対受け付けてますから。絶対、それはもちろん、もう内容にもよりますけど、送ってきてください。必ず見てるんで。 ロムゾーさん、ちょっとやめてください、ロムゾーって名前は <laughs>。 お誕生日のお嬢さん、ありがとうございます。相談ってどこで受け付けてるんですか ?LINE です。はい。LINE か Twitter の URL ね、概要欄に貼ってあるんで、そこの DM で受け付けてますんでね、こういう相談なんですけどって送ってきてくれたら、あの、追加してメッセージください。そしたらね、あの、できますんで、よろしくお願いいたします。でね、皆さん覚えておいてください。基本的にね、21時、あの、くらいにチャンネルを見ると、まあ、1日1個ぐらい何かは更新されてる状態をずっと続けようと思います。まあ、実質毎日投稿みたいなね。例えば 例えば僕が、えー、生放送やってる時はプレミア公開ないけどその次の日はプレミア公開があったりとかっていうやっていこうかなと思いますので,で多分明日もね、まあ、ワンチャンプレミア公開ある可能性がありますんで、まあ、皆さん明日か明後日ですねちょっと明日はわからないちょっとストックがあんまりなかったから最近ちょっといろいろと忙しくてですねなかったんで。 いや、ツイキャスは卒業はしませんよ。めっちゃ過激な内容とかの時はツイキャスやろうかなって思います。僕の相談しょぼいんですけど、しょぼくてもお気づ付けてくれますかって。いや、別にメッセージとかは返しますよ。というわけですので。皆さん、まあ、明日か明後日ね、えー、プレミア公開がある時は、21時半とか、そこら辺にされるんでね、必ずプレミア公開もリアルタイムで見てください。なので、多分、あ、明後日ですね。ごめんなさい。明後日プレミア公開ありますんで。 何卒、よろしくお願いいたします。体調を気をつけて、えー、よろしくお願いしますんで。俺もメッセージは返してください。その通り。じゃ、相談案とかね、暴露とかね、特にある人はぜひぜひ送ってきてください。というわけで、今回はここまでとさせていただきます。ありがとうございました、皆さん。次のライブ会場って決まってますけど、ライブっていうのは音楽の方ですかあ、着物ちゃんねこれちょっと、いつも始めと始め、終わりに言おうと思ってるんですけど、モノちゃん実は音楽もやってます。はい。<laughs> 音楽もやってます。はい。ね、最近投稿された、これね。 これキモちゃんがちゃんとね作ってますはいまあこのようにですねいろいろとこう作ってますんで はい。これ僕が、あの、作詞作曲してるんで、こちらね、曲をいっぱい聴いてください。これ一応、スポーティファイのね、URL なんですけど、まあ、曲のところからね、基本的にサブスク、ラインミュージックとかいろいろね、全部、あの、アップルミュージックとか全部、主要なところは全部入れてあるんで、一応、これはスポーティファイにしましたけど、よかったらこちらを聴いてください。繰り返し毎日聴いてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。今日はですね、ここまでにしたいと思いますが、また後日ね、多分日曜日、次のゆ、まあ、プレミア公開が土曜日の21時ぐらいから、で、 日曜日にですね、また YouTube ライブやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では皆さん、お疲れ様でした。またよろしくお願いいたします。さようなら、またお会いいたしましょう。では、ザン